だ。まだ寝てたの？授業昼からじゃけ。野菜田舎から送ってきたの。なんか作ってよ、霧島食堂。お前も授業3限からじゃろ。食うたら一緒に行くか。ハルト、ちょっと後ろ向いて目つぶって。お？いきなりびっくりするじゃなあか。いいでしょう、別に。お腹すいた。早くしてよね。東京に来て1年半、俺は大学生になり、そして今アスカと付き合っている。ね、好きなの気づいてた。多分君に恋してる。ちっぽけで弱虫な。何よ。いや、単純でええなと思うて。うん。あ、綺麗。ん？バーン。青い海と白い砂浜が疲れたあなたをズッキュンヒーリング。海か。行きたいな。私さ、ずっとソフトボールばっかやってきたじゃない。あんまり旅行とか行ったことなくてさ。行くか。え？夏休みなら練習ない日もあるじゃろ。それって二人でってこと？決まっとろうが。俺バイトするけ。ありがとう、ハルト。正直、高校卒業したらどうしようか思っとったんじゃ。料理人になるんじゃなかったの？料理は好きじゃけど、そこまで本気で考えたことなかったし、何をどうすりゃええんかもわからんし。ねえ、じゃあさ、私と一緒に大学行かない？え？大学？うん、とりあえず行って損はないし、そこで栄養学とか経営学とか勉強したらいいんじゃん。そうじゃな。何やるかはともかくとして、なんか楽しそうじゃな、お前と一緒なら。うん、楽しいと思うよ。けどどうしたんな急に。なんで一緒に大学行こう言うて。好きだからだよ、霧島のことが。
ありがとうございました。そういや、広島おった時もエヴァにプレゼントしよう思ってバイトしたことあったな。渡せんままじゃけど。すいません、これのいちご味ってあります？はい。りんちゃん。ハルトさん、全然気がつかないんだもん。私ずっと見てたのに。なんでこんなとこで働いてるんですか？大学から近いけよ。じゃあ最上台なんですね。私来年受けるんですよ、偶然。へえ。じゃあしっかり勉強せよ。うち結構レベル高いど。やだな、滑り止めですよ。ああそうですか。ハルトさん、最近姉さんと会ってないんですか？え、ああ、まあ。意外と根性ないんですね。は？だって姉さんのこと追いかけて広島から来たんですよね。ライバルだっていなくなってこれからってとこで引いちゃうなんて。お前な、人の気持ちも知らんと。知りたくないですか、姉さんが今どうしてるか。元気でやっとるんか。ああ、やっぱり気になるんだ。バカ、純粋に友達として心配しとるだけよ。心配？それって私と一緒に住んでるからですか？私、あの人のこと姉だなんて思ってませんから。何にもできませんって顔で人の気を引くじゃないですか。嫌いなの。だから家から追い出したの。まだ姉さんのこと好きなんじゃないですか？じゃけ、そんなんじゃなって。今は彼女もおるんじゃけ。え？お疲れーす。よ、お待たせ。ハルト、お疲れ。さあ、帰ろう。どうだった仕事、大変？まだ慣れんけえな。でも平気よ。旅行、ゴージャスなとこ連れてっちゃるけ、楽しみにしとけ。うん、うまい。あいつ絶対喜ぶな。おい、アスカ、おらんのか？お、アイトルじゃなあか。あれ、やっぱりおらん。アスカ、おるなら。みたべ。あ、見てない。このトスケで。待て、離せば。ストームよ。もしもし。ああ、市原先輩。はいはい。え、合コン？はいはい。え、マジですか？サークルの案内で知り合った2年の先輩よ。合コンの人数が足りんのんじゃと。すみません、無理です。俺彼女おるんで。行ってくれば。え、あ、ちょっと待ってください。お前今何言うた？だって先輩困ってんでしょ。まあでも合コンだ。ほんまに言ってんか？その代わり早く帰ってきてね。あ、うん。おい霧島、もっと楽しそうにしろよ。せっかく彼女のお許しが出たんだろうが。そうだよ、お前
相手はなんと音羽女子大だぞ。はいはい、始まったらちゃんとしますよ。来た。遅れてごめんね。エヴァ。ハルト君。何？二人知り合いなんだって？そうなんですよ。俺ら同じ高校で。元彼の友達です。何それ、すっごい偶然。びっくりしました。1年半ぶりかな。あれ霧島、さっき同じ高校って言いかけてなかった？元彼がハルト君と同じ高校で、その頃 2,3 回会ったことがあるんです。そうなんですよ。面白いやつでしょ。本当大人っぽうなったな。じゃあ二次会行きますか。すみません、俺はここで失礼します。まだ9時よ。霧島には可愛い彼女がいるんだよ。だからさ、帰らせてやってよ。ごめんなさい、私もそろそろ。ゆずきちゃんもまさか彼氏？違います、うち門限厳しいんですよ。ハルト、まだ合コン終わんないのかな。一応言っておくけど、今日はどうしてもって頼まれたから来ただけだからね。合コンなんか初めてなんだから。俺もそうよ。イッチー先輩のあのテンションにはついていけんわ。そうそう、こないだリンちゃんに会うたんじゃ。大人っぽうなっとってびっくりした。うん、そうだってね。リンから聞いたよ。彼女可愛いんだってね。リンちゃん、いつアスカのこと見たの？ハルト君が幸せそうでよかった。ああ、サンキュー。お前はどうなん？だから彼氏はいないって。そうじゃのうて、その、リンちゃんのことよ。前に東京帰ると会うてしまうけ、嫌じゃって言うとったことあったじゃろ。覚えててくれたんだ、そのこと。当たり前よ。仲良くやってるよ。ほんまに？うん、ちゃんと話すと、すごくいい子なの。そっか、ならええけど。懐かしいな、広島。星が綺麗だったよね。東京じゃ全然見えない。また辛いことを我慢しとるわけじゃないよな。じゃあ私こっちだから。ああ、うん、それじゃあ。ハルト君。え？私メアド変えたの。だからはい。え？ A じゃなくてスマホ。ああ、そうか。はい、これ新しいメアド。ハルト君のは？あ、俺のは前のやつ、ほら。あ、思い出した。じゃあまたね。ハルト君。またねか。お、なんな、いきなりか。アスカか。なわけあるか。市原先輩ノリノリでな。疲れたわ。で、どうなの？可愛い子いたの？え、ああ。うん。でもよかった。え、何が？ほら、ハルトってさ、高校に転校してきた時もそうだったけど、
不愛想なとこあるからさ、合コンに誘われるくらいなら友達とかもできそうじゃん。あ、ありがとうございました。頑張ってる。アスカ、どうした？こんな時間に。うん、これ旅行、いいとこ見つけたから早く見せたくて。そっか、でも仕事まだ終わっとらんのよ。平気、雑誌読んで待ってるから。こんばんは、リンちゃん。ああ、エヴァの妹よ。エヴァ・リンです。はじめまして。はじめまして。ゆずきちゃんって妹いたんだね。姉さんと会ったことあるんですか、アスカさん。あれ、どうして私の名前。ハルトさんに聞いてましたから、今の彼女って。あ、そうだったんだ。あ、うん。ハルトさん、姉にも会ったんですよね、この間合コンで。そんな偶然あるんですね。え、そうなの。なんだ、だったら言ってくれればよかったのに。あ、いや、ごめん、なんか言いそびれて。ゆずきちゃん元気だった？うん。じゃあ私外で待ってる。りんちゃん、ゆずきちゃんによろしくね。はい。私なんかまずいこと言っちゃいました？先輩、5分だけレジ変わってもらってもいいですか？おう、わかった。りんちゃん、これちょっと持っといてくれ。おう。アスカ、あの、ごめんな。たまたま合コン行ったらあいつがおっただけじゃし、わざわざ言うてお前を不安にさしても悪いと思うたけ。わかってるよ、そんなこと。別にいちいち言うようなことでもないって。合コン行けって言ったのは私だし、ハルトが悪いわけじゃないし。アスカ。でも、でもなんかムカつくの。え、ただの焼き餅だからほっといて。なんかほっとした。は？お前ちゃんと焼き餅とか焼いてくれるんじゃな。しょうがないじゃん、ハルトのことすごく好きだから。それくらい見てたらわかるでしょ。そっか、そうよな、ごめん。じゃあお先失礼します。ハルトさん。お、なんなん、また来たんか。たまたま通りがかっただけです。しょうがな、あの、こんな時間じゃし、送ってくわ。ハルトさん優しい。こらくっつくなよ。いいじゃないですか、カップルに見えた方が安全ですよ。昨日アスカさん大丈夫でした？まあ多少は怒っとったけどな。そりゃ彼氏が元カノと会うて腹立たん女なんかおるわけなし。その割には嬉しそうですね。そうか。ねえ、ハルトさんって本当に好きなんですか、アスカさんのこと。え、だってあんなに姉さんのこと好きだったくせに。俺は振られたんだ、いつまでも引きずっとる方がおかしいわ。じゃあなんでアスカさんなんですか。アスカさんってハルトさんの好みに見えないんですけど。そりゃ気合うし可愛いし。たまたま近くにいた子で妥協したんじゃないですか。妥協？そうですよ、アスカさんってなんかガサツな感じだし、お似合いに見えないですけど。お前な、ええ加減にせえ。あいつのこと知りもせんくせに。アスカは俺の彼女じゃし、一緒におるだけでブチ楽しいんじゃ。くったらない。は？そんなの私にだって簡単にできますよ。アスカさんといる時よりハルトさんを楽しませること。何言うとんの。怖いんだ、もし私といる方が楽しいって思っちゃったらアスカさんの気持ち揺らいじゃいますもんね。そんなの怖くて試せませんよね。怖いことあるか、やれるもんならやってみ。じゃあ
明日休みですから遊びに行きましょう。おお、受けて立ってやろうじゃないか。そばにいても遠いあいつの横顔、捨てようとした思い出を捨てきれない自分が苦しい。